おはようございます、ボスケです。本日のカワハギ釣りは11月の9日に羽田の神谷さんにお伺いした際の模様をお届けいたします。この日はですね、この翌週ですね、11月15日に行われますカワハギ釣り大会のいわば前哨戦ですね。たくさんカワハギを釣り上げてね、自信をつけた状態で大会に臨もうという目的でやってまいりました。やっぱりね、今年はコロナウイルスの影響で大きな大会が軒並み中止になってるんですね。そんな中ね、神谷さんは、コロナウイルス感染予防にね配慮した上で、少人数ながらね大会を開催するということでね、11月1日から、申し込みスタートだったんですけれども、私もね朝一番で電話をしてね申し込みを済ませました。で、まあ、翌日にはねもうクローズ、申し込みクローズということでね、大変ね人気のある大会なんですね。まあ、ありがたいですよね、この時期に、カワハギ大会やってくれるっていうのは、本当にありがたいことです。はい、それではね早速本日の釣りを見ていきましょう。なんか釣れましたね。今日1匹目は何でしょう何でしょう。今日の1匹目は、はい、恒例のトラギスちゃんでした。はい、続いてねまた何かかかりましたね。トラギスですかね、連チャンしますからねトラギスも。はい、来ましたトラギスですね。はい、本日のね使用タックルは、シマノステファーの攻めの 177SP ですね。はい、何か乗りましたね。ただねこの段階でもハテナマークが出てるんですね。3つぐらい出てるかな、ポンポンポンとハテナマーク出しながらリール巻いてますね。実際のね生の音声聞きながら見ていきましょう。あれ祭りました、軽くなった。えお、タコだ、タコタコついた。何ダコっすかこれ。黄色っぽいから砂ダコかな。砂ダコ。あ、食べれますよ全然。あ、じゃあ持ち帰ります。ありがとうございます。おーすげー。はい、釣れたのはね砂ダコでしたね。この日はねちょっと若干風も強くてね、風切り音がねすごかったんでね、ちょっと聞き苦しかったと思いますが、またねトラギスが釣れましたね。はい、続いてねもう一丁トラギス釣りました。はい、それではね、お待たせいたしました。ようやくねカワハギが釣れるシーンがやってまいりましたね。今叩き下げを入れて0点で当たりを取ってますね。かれこれ1時間半ぐらい経ってますね、釣り開始してから。はい、乗りました。今日ようやく1枚目のカワハギですね。長かったですね、1時間半釣れないとね結構焦りますよね。今日はね大会前に自信をつける目的でね来てますからね、頼みますよ。あ、ロッドがいつの間にか S180 に変わってますね。メカン度重視のね、非常に当たりの取りやすい竿なんでね、こういう渋い時に活躍しますよね。はい、1枚目のカワハギゲットいたしました。キモパンのいいカワハギですね。はい、この後ねもううんともすんとも言わなくなってしまいましてね、まさかのカワハギ1匹で戦場カップラーメンタイムに突入いたしました。今日はね鶏白湯スープ味ですね。ラーメンの肝ですね、熱々のお湯を保つにはねこうやって水筒にタオル1枚巻いておくだけでも全然違いますからね。私ね、このサーモスの山専用ボトルを愛用しております。おすすめですよ。やっぱりね外で食べるラーメンはね格別ですよね。もうね今日はねカワハギ釣りしに来たんじゃなくてねラーメン食べに来たんじゃないかって思うぐらいね釣れません。もうほんと釣れないんですよ。釣れないよ、カワハギが釣れないよ。カワハギってどうやって釣るんだよ、誰か教えてくれよ。はい、カワハギがね全然釣れなくてね、私だけじゃなくてねちょっとこの今日はね船に乗ってる方ほとんどの方がねあんまり釣果が芳しくないということでね、船長がね、新規開拓ということでね、ちょっとポイントを探しにね船を走らせてくれてるところですね。はいよ。お、なんか面白いな。テトラがあるな。結構引っかかるね。
海底にねかなりいいテトラポッドや障害物がね沈んでるポイントですね、ラインを張っとかないとね、まず目がかりしますね。はい、今小さいあたり出てますね。はい、乗りました。カワギでしょう。このポイントはねおそらくカワギ釣りではまず来ないようなね場所みたいですね。他のカワギ船も一切周りにいませんからね。なんとか今日2枚目のカワギゲットいたしました。はいよ。じゃなかったですね。カワハギでしたね。本日3枚目のカワハギゲットいたしました。やっぱ障害物がねあるとねカワハギがついてるみたいですね。ちっちゃいな。はい、なんか張りましたね。なんでしょうね。はい、この後ねフグを1匹釣り上げました。寝がかりましたね。もうこのポイントねもう足元じゃ反応が出なくなっちゃいましてね、まあ、堤防の際にね投げ込んだらね、分かってはいたんですけどね寝がかりましたね。ちょっと欲が出ちゃいましたね。寝がかりね外すときね私ちょっと素手でねこれやっちゃってる悪い例なんですけどね、手ね切れたりしますんでねタオルかましたりねグローブ持ってる人はグローブね、したりねした方がいいですよ。ラインが擦れて手が切れますからね、真似しないようにしてください。このポイントはですね普段なんかメバルやったりねカサゴやったりするポイントらしくてね、これね今釣れた魚もね、まあ、こういう根が大好きな魚ですね、根魚ってやつですね、カサゴが釣れましたね。はい、この後ねフグが1匹釣れました。カワハギが全然絶望的に釣れません。今日はね自信をつけるためにカワハギ釣りね来たんですけどね今のところ3枚です。もうね逆にね自信をね失いますよこれは。もうねカワハギってどうやって釣るんですか本当に。もうねこうやってもう心がね折れちゃってる状態でね釣りしてもね何も釣れないですよこれ。フグ釣れますよこれ。フグしか釣れないですよ。お、これは初めて釣る魚ですね。調べましたらですね糸引きハゼっていう魚ですね。初めて釣りました。はい、それじゃないよね。これが当たりましたら、当たっちゃってください。自信を失ったよ。もう大会なんか行きたくないよ。はい、それでは本日の釣果はカワハギが3枚でした。神谷さんはですね、釣りが終わって戻ってきたお客さんにね、こうやって豚汁をね、作って待っててくれるんですね。こうやって振る舞ってくれるっていうのは本当にね、ありがたいですよね。でね、美味しいんですよ、この豚汁がね、また冷え切った体にね、染み渡りますからね。はい、それではね、いよいよ次回はね、カワハギ釣り大会ということでね、また神谷さんの方にお世話になりますが、心をね、切り替えて、今日はちょっと心が折れてしまいましたけどね、しっかり切り替えてね次回の大会に臨みたいと思いますんでね、
また動画ができましたらアップロードいたしますので、また次回もご視聴のほどよろしくお願いいたします。